これが大江戸温泉ですね。初めてなんですよ。非常に楽しみです。こうなってるんですね。エントランスですね。靴を脱いで入ります。ずっとまっすぐみたいですね。まずはですね、この越後屋で浴衣を選ぶみたいですね。楽しみです。男性女性分かれてますね。外人さんも行ってますね。じゃあ2番で。帯をお取りください。一番派手な柄にしました。そして帯はこういうですね。そしてこちらに行きたいですね。はい、着替え完了しました。そして館内に入りそうですね。そしてここからは、おお、すごいですね。ね、お店が縁日みたいになってますね。おお、すごい。そしてこちらは祭りみたいな感じですね。ブリッジもあって寿司屋さんもあるんですね。いやー、面白いですね。ここはまずはちょっとご飯をいただきたいと思います。どれにしましょうかね。食事するスペースはこちらの広間と、そして畳の部屋がありますね。畳の部屋が空いてますね。こちらをゲットしたいと思います。畳の部屋はこんな感じですね。今日はですね、ザルそばと天ぷらをいただきたいと思います。 YouTube とかで見るとここはすごい満席なんですが、ラッキーなことにほとんどいませんね。どこも空いています。結構作り込んでますね。もあるんですね。ちょっと行きましょうか。相当気持ちいいですね。超広いですね。非常に気持ちいいですね。
ですね。2階もありますね。休みどころですね。行ってみましょう。先ほどの休憩所は最高でしたね。爆睡してしまいました。はい、着終わったところのやつはこちらに入れておしまいですね。人もちゃんと入れておきましょう。いやー、すっきりですね。本当に楽しいですね。帰りはこちらですかね。違いました。生産はこっちですね。最後はですね、この札をもらってこちらで渡して出口とですね。非常に気持ちいい時間でした。皆さんもぜひ来てください。次回はですね、夜の遅くまでいたいなと思います。この時間はですね、結構忙しくなるんですね。値段が安くなると思いましたので、中の人が大変ですね。